はい、こんにちは、三次郎です。今日はね、断捨離やね。今ちょっと掃除とかね、整理、掃除に目覚めかけで、整理に目覚めかけみたいなんで、ちょっとぼちぼちですけどね、片付けていってるんですね。で、何でも置いとく主義でね、結構、なんちゅうたらいいかな、なかなか捨てへんおっさんでね、もう今ちょっと捨てていってますねんね。断捨離やつやね、俗に言う。んで、今回何話そうかな思ったら、またこれ、なんちゅうたらいいかな、書類もほかす、何もほかす、気持ちとかそんなにどうでもいいわね。要は、まあ、書類をほかすための自分メモやね。自分メモでちょっと、とりあえずしゃべっとこう思って。まあそんな感じなんですけど、なんちゅうたらいいんかな。中央市場辞めてからね、中央市場辞めて離婚してから、もう何年経つんかな。20年ぐらい経つんかな。まあ、あんまりまともないいうか、ちゃんと会社に勤めてないんですね。前から、適当にやってきとるんですけど、この最後の十何年かはね、介護の仕事はしてたんですけど、言うても気楽にさせてもうとったっちゅうんですかね。その何ちゅうの、きっちり何時に出勤して何時に帰ってみたいな、そういうきっちりしたその仕事じゃなくてね、自由にさせてもうとったんですね。だからもう、言ったら、中央市場辞めてからはほぼ、自由にさせてもうとったいう感じですわ。はい。ほんで、この今からする話はね、何年前かな。多分7、8年前ですかね。だから、もう私の人生でいろいろ、ややこしいことやってる中の、直近の、言ったらややこしい話なんですね。それは何かといえば、何から言うたらいいんかね。だからこれはね、何ちゅったらいいんかな。なんか変わった商売したいなって思ってる人には、ちょこっとは役立つんかな。どうやろう。よう分からんすけど、ビジネス的にももしかして無理か。どうやろう。あと、そういう人間関係うんぬんかんぬんのね、話になってくると思うんですけど、もう最初に言うた方がいいやね。最初に言うた方がいい。何やった?要は何の商売しとったかって言えばね、今で言う転売屋っちゅうんかな。そんなええもんじゃないんですけど、なんちゅったらいいんかな。腰回収ってありますやん。昔で言う、毎度おなじみの古本、なんとか回収でございます。ご自宅にご不要になった古新聞、古本、どうのこうのみたいな、なんか回ってますやん。今はもう、やったらあかんようになったんかな。ちょっと詳しくは知らないんですけど、昔はしょっちゅう回ってましたやん。今は、そういう、長官に出すというか、死に出すようになったんかな。多分そんなことやと思うんですけど、だからああいう業者さんは多分今しんどいはずなんですけど、当時はちょうどその羽坂駅いうかな、そういう市が回収するでする前の話ですわ。で、その腰回収のおっちゃんらいうのはね、言ったらあちこちで腰を拾ってくるわけですやん。契約もあるんですけど、大概は拾ってきよるんですよ。その拾ってきた腰の中には、新聞とかはあれですけど、本が混ざってるわけですや。自宅におばあさんが、うち行さん本あんねん、おっちゃんちょっと掘ってえな、みたいな、はい、わかりました、言って自宅の本とかを全部ガー、さらっていって、ね、何腰として売り張るわけですやん。それで
商売が仕事にしたしてるわけですやん。だからその腰返しのおっちゃんにしたら、どんだけ値打ちのある本でも1キロなんぼのものにしか見えてんわけですやん。だから重たければ重たいほどええ、その本の価値なんかどうでもええ、ただ重たさが欲しいみたいないうことでまあ集めてるんですけど、私らからにしたらその本の値打ちを見るわけですやん。こんなええ本、まあ言ったら高く売れる本、今も流行ってるのかな、そのアマゾンで売って、セドリーやつやね。だからみんなセドリー言って、あの古本市場とか行って自分で買うて仕入れて、相場調べて仕入れてやってるわけですやん。だからそれをもうただじゃないけど簡単に仕入れるわけですやん。そうやって腰回収のおっちゃんがごそっと引き上げてくるわけやから、だからそれの中で売れる本を転売するいうか値段つけて売るいう仕事なんですね。だからおっちゃんにしたら1キロなんぼなんかな、1キロなんぼかと覚えてないですけど、1キロなんぼで売ってるやつをまた1冊なんぼで売れるわけですやん。だからそれをもうそういう賢いいうかちょっと小銭稼ぎたやつはそうやって古本屋行ってね、ええ本寄って古本屋行って売って、まあ、小遣い稼ぎしてる人もいているんですけどね、その値打ちをが分かってる分かってんがもうかなり差が出てくるんですね。だからそういう人らは前から綺麗かったら値打ちがええとかね、まあそれもあるんですよ、綺麗かったら値打ちがあるとかもあるんですけど、じゃなくて値打ちのある本ってあるんですよ、ほんまに。だからその辺をね、まあ、一緒におっちゃんらは拾ってくる人、私は売る人という形で、まあ、商売しようやいうことでね、やっとった時期があるんですね。まあ商売的にはそんな感じかな、まあ、簡単に言えばね、はい、そういうのをやっとったということなんですけど、まあ、おっちゃんと二人で組んでやっとったんですね。で私も言うても7、8年前やったら50ぐらいですやん。でその時のおっちゃんが今の私と同じぐらいの年ですわ、58か9かなんかそんなんですね。でその時でね、58でね、まだこんな抱っこしとかな赤ちゃんがおるような感じでねいくつやねんみたいな話なんですけど、まあもう私も言うても50ですやん。そんな組んで商売するなんて絶対うまいこといけへんの、もう分かってません。私も前田そんなパープリンではないからね。だからそない分かっててもそのおっちゃんに誘われてね、もうまんまと信用したっていうかね、このおっちゃんとやったらちょっと商売上手にできるんやないかと、まあまあ儲けさせてもらえるんちゃうかなと、仲良くでやっていけるわってほんま一瞬信じ込んでもうてんね。だからまあ結果的にはね、そんなうまいこといくわけもなくっていうことなんですけど、もうその取っかかりはね、ほんまに信用してもうて、疑う余地全くなくて、ええ人とほんまにね、知り合うた言うてね、ほんまにそういう感じやったんですけど、なんちゅうたらいいんかな、最初の出会いはね、これなんかもちまちま喋っとったら何もでも時間経つね。何から喋っていいんかね。簡潔に言わなあかんね。ほんまに。何回かに分けようか。聞いてられへんしな。ね。その、最初の出会いはね、マンションに私住んでますやん。で、ゴミ掘りに行きますやん。で、ゴミの回収日ってありますやん。ゴミの回収日に必ずゴミ屋が来る前に、もうそこのゴミ置き場を掃除するおばちゃんいてますやん。おばちゃんとちゃんと仲良くなってるんですね、その腰返しのおっちゃんらは。
だからそのおばちゃんらにもう古紙新聞とか全部よけといてやみたいな、段ボールとか本とかも出たらやつは全部よけといてやいて、もう手なずけとるんですよ。だからあの市のゴミ屋が来たらもう全部引き上げますやん。だからゴミ屋が来る前にその腰返しのおっちゃんが来て、置いといてくれたかみたいな、置いてるよお兄ちゃんみたいな、で積んで帰りますね。だからそういうので私まあたんびたびゴミ掘りに行った時にね、追うとったんですよ。ほんでもうたまにしょうもない話してやっとったんですけど、まあその頃か私はそうやってなんちゅうオークションとかね、アマゾンとかね、そういうので売る商売をしとったんでね、もうそうやって腰返しのおっちゃん積んでますね、本、いろんな本を。だからめっちゃ興味あったんですよ。こういっぱい本あんのになぁ思って、こんなんくれたらええのになぁ思ってずっと思っとったんですよ。ほんで冗談で、そのもう回してやいう話もしとったんですけど、まあまあそこはもう冗談で終わってね、なんか笑い話みたいなんであれで、いつもそういう感じだったんですけど、ある時ね、まあ、そういう腰返しでぐるぐる回ってはるからね、いろんな人に声かけられるみたいでね、ほんで当時大学生の子かな、もうめっちゃ賢い大学でしたわ。市立大学、まあ、大阪市立大学で賢い大学、そこの学生さんがもう卒業するいうことで、そのもうゴミをほかしてくるいうことなんですね。そのゴミが何回ない言うたらね、フィギュア、このなんかこう100円でバーッと売れてありますやん、もうそれとかこう当てもんで当てるやつとか、もう部屋中がフィギュアだらけですね。だからそれ掘るんじゃなくて、なんぼか金になれへんかいう話だったんかな。っていうことで、私にその時声かかってね、そうやってフィギュアめっちゃ持ってる兄ちゃんおんねん言うて、なんぼか銭に変えてくれへんかないう話で、いやもうそれはいけますせ言うて、で連れてもらって見に行ったら、もう家中フィギュアだらけ。それもなんか知り合いの家かなんか知らんけど、もうなんか2階建てのとこ住んどって、もうフィギュアだらけなんですよ。それも新品の、みたいな。でそれ引き上げるのにね、多分トラック出したぐらいですわ多分それぐらいやったんですよ。ほんでこんなぎょうさんフィギュア言うて、で相場とか調べたらね、それはピンキリなんですけど、安とかもいっぱい入っとったんですよ。ほんでそれまずその大学生のお兄ちゃんにお金渡さなあかんいうことで、まあ、ざっくり計算して、まあこれぐらいやったら喜んでくれるかな、もうそんな相場の何分ぐらいかな、10分の1ぐらい値段やったかな。もうとにかくね、まいたら、うん、万円ですわ。で、どうやろう言うたら、もうその兄ちゃんも、あ、いいですよ、みたいな、うまいこと言った、みたいなね。よかった、思って。で、今度、おっちゃんにも、高専渡さんとあげませんや。おっちゃんにも、僕は渡さなあかん、思って。で、どうしようかな、思って。その、売ってから、ね、折半とかでもよかったんやけど、おっちゃんはもう、そういう商売してる人はね、もうすぐ金欲しいんですよ。その、1週間後の1万円より今日の1000円みたいなね、もう日銭が欲しいから、そんな売ってんの待てられへんね、もう早く金ちょうだいいうことやったんで、もうそれこそもう適当やないんやけど、もうこれぐらいでいいかな、もう金額提示したんですよ。ほんでもうめっちゃ喜んでくれてね、そんなくれるんかお前みたいな、いやそれぐらい全然いいですよみたいな。で、渡したらもうおっちゃんもえらい喜んでくれて。で、私もそんな、お兄ちゃん渡した金額も、おっちゃん渡した金額もめっちゃ知れてますやん。で、それを、まあ、あとでゆっくりね、まあ、普通のその、何、相場に合わせて売ってね、まあ、それは、まあまあ、儲けさせてもうたんですよ。で、そんな困難でやっとったら、まあ、それで信頼関係ができたっちゅうんかな。おっちゃんにしても、そう、ゴミがそんな値で買ってくれるんや、いうことになって。んで、私、当時、こういう、
レンタルボックスですかね、なんかそんな借り取ってね、まあ、そこに荷物入れとったんですけど、もうそこのちょっと鍵貸してえなみたいな、もう荷物いっぱいあるからそこに入れていくから、それに兄ちゃんね、私ね、兄ちゃん何ぼか銭変えてくれよいうことになって、ほんならおっちゃんせっせせっせとそこにいつも荷物入れてくれて、まあ、本とかね、本以外もいっぱいありますね。まいた何かな、まいたギターとかやれなんやら、そのモデルガンとかなんかおっといろんなもいっぱい入れていきよるんですよ。でこれなんぼこれなんぼ置いてね、もう渡しとったんですよ。ほんならもうえらい喜びはってね、そんなにくれるんか、そんなにくれるんかっていつも喜んでくれはって、でそうこうしてたらね、なんちゅうの、一緒に商売しようやいう話になってきて、で私にしたらね、そんなみんな苦労してね、古本市場行ってね、相場調べて自分で仕入れてやっていうのがもう全部おっちゃんが拾ってきてくれるわけですよ。だからもうこれはええ話や、もう乗っからなあかん思ってね、やりましょう。それもそうそう、100万円用意するとか言われてね、私金ないし言うたら、いや100万円用意するから、その100万円を資金にやろうやいうことになって、ほんでもうやることにしたんですよ。ほんでなんか夢は大きくないけど、株式会社にしてヘチマとかね、会社の名前とかも大層に決めてありましたわ。あ、ほんで私を社長にする、社長にするってね、私もそんな株式会社の社長とかみたいなってね、いやもうそんな、ええわ、そんな肩書きいらんしとか、いつもね、なんや、そんな会社になって社長に持ち上げられてどうのこうの思っとったんですよ。んで結局はね、どこにその荷物を置くねんちゅうので、ほんとそのおっちゃんがね、もうすでにそうやってガレージを借りて商売しておりますね。そのガレージを借りて、そこに自分が拾ってきたものを掘り込んで、ほんでそういうなんちゅう、なんちゅうてんかな、ガレージが、まあ、倉庫代わりにしてあったんですよ。ほんならその我々の新しい商売どこですんねん言うたら、そのガレージの並びでするわけですよ。まあ、そこでもまあ一瞬はーって思ってんけど、まあこういう、そういうもんなんや思ってね、まあそれは全然いいですよ言って、んで2つガレージを2つ借りたんですよ。まあまあの間口ですやん、ガレージ2つ借りて、ほんでなんやら、でその横におっちゃんのガレージがあるわけですやん。で前言ったら2人でやる商売としては2つのガレージで、おっちゃんが1ついうことですよ。もうその汚いガレージでね、もうほんまこんな汚いとこで、まあしゃあないな思いつつ、ほんで最初にね、あれって思ったんがね、まあ100万円ほんま用意しよったんですよ。これでもうそれも気前よ、ポーン、ほんまポーンですって、これ元手にやってポーン100万円くれて、うまかいな思って、でねそこでね、最初にええって思ったんが、そのおっちゃんとこのガレージ代もそっから出せいうことになったんですよ。なあ、はあ、それおっちゃん自分の倉庫やんみたいな、なんでそれを一緒に払わなあかんねんと思ったんやけど、まあまあね、こうしたからもうどんぶりやねんや思って、まあまあええわ思って、おっちゃんの100万やしええわ思って、ほんでそういう感じでね始めたんですよ。でだいぶ喋ったな。続きやね、これは。もう続きにするわ。その、また、興味のある人は聞いてください。はい。ということで、こっからは、どんどんドツボになっていく話。あ、っていうか、これを見てやらなあかんねん。どんどんドツボになっていく話ね。最後はね、裁判になったからね、一応ね。っていう話で。はい。今回はこれで。
失礼します、プシュッみたいな、はい、バイナラ。チャンネル登録お願いします。